本日の第2試合、アイアンマンヘビーメタル級選手権試合。そうですね、かなり鋭利な感じがしますので。できるな、あれは切るな。おお、赤井咲のバイオニックエルボーが出るのか。おお、さすがさすが、セクシー、何ですか。さらにアレンジも加わって、まだ行くまだ行く、見てられない。ちょっとこの子まさか、え、いやまさか、なんだよ。タグングザビジネスのタッグチームブックロードが今、ああ、赤井さん、ちょっと赤井さん、何、あ、ひどい。D の気づいてない、 D の気づいてない、危ない危ない。これは痛いですよ。もう引っ掛けてましたもんね、さっきの D の発言はね。まあ確かに、あの、チャンピオンに足を取られた。なんかチャンピオンにダメージを与えるものらしいですよ。ヘッドヘッドシェイク。2006年だそうです。オッケーオッケー、よかった、見せない、落ち着いて落ち着いて。いやー、うわー、うるせー、こんなの。そもそもなんで開始さんが持ってるんですか。アナル電気はちゃんと充電されてるんですかね。開始先にアナルディスネが、赤いサジの写真集にアナル電気が。さあ、本日でカーナルブックか、どっちのパワーが上回るのか。アントニオディーノも倒れた。松井さん、いけますよ。ホールホールだ。おー、新チャンピオン赤いサジ写真集。ついにキリングザビジネスヤングバックス敗れました。選手権ですからね、これもありですよ。ああ、エゴストライバーです。リップヒップシェイクにエゴイストドライバー。嘘、返した返した。おお、すごい技ですね。リップヒップシェイクの裏感なのですかね、今ね。すごいですね。ああ、そうそう、私物私物。ペロね。リップヒップシェイク。舐め回すぞこの野郎。ああ、ごめん。ちょっとその写真集がないと今日の試合できないんですよ。そんなことしたのか。あ、山王者知らねえよ。俺のは愛してやまないこのリップヒップシェイクを試合なんかさせるわけねえだろうがよ。元気ですか、ホンダパンチ。ほら、このリップヒップシェイクと俺たちであいつを倒してやるぞ。ガオー。結構手頃に変えます。そう、19歳だったわよ。あ、やっぱり19歳ということですね。今リング上で、お、ゴー。赤コーナーサイドが勝った場合ってどうなるんですかね。例えば本田選手が、その場合にはベルトが移動することになるんじゃないんですか。 DDT のプロレスの幅広さというものを、キリングザビジネスの強烈な一撃です。ストロップ、これは中村慶吾がチャンピオンか、チャンピオンか。赤い先がカットです。まあ、赤井さんの心理としてはね、チンゲーネフ、リハシゴータがアントニオ・ホンダの喉。あ、それはダイイングメッセージが。誰の許可得て、サキちゃんの写真集の上におったんじゃこら、死ねえ。あっちに行きます、うん、あ、もう生理的に耐えられなくなった赤井崎選手が、うるせえこら、本人、たとえサキちゃん、アキちゃんでも許せない。よくわからないですね。頼みの綱のスプーン、中村慶吾絶品、素晴らしい。どうだ、おー、中村慶吾アイアンマンヘビーメタル級のチャンピオンです。ベルトがあってよかった、中村慶吾。そこに新人賞、
怒りの新人賞。嘘、まさか、そんな。第1001回王者、赤井咲。あら、本当に5分もなかったですね。祝勝会もできませんでしたね。あーでもまた安保田が、安保田早く逃げて、本当に逃げて。リップヒップシェイクを置いてった方がいいと思いますが、いやあーリップヒップシェイクを持ってるから。